次に吉野正義君。吉野君。自由民主党の吉野正義でございます。まず安住財務大臣に確認をさせていただきます。先週の予算委員会、西村康稔議員の予算委員会で安住大臣は KK に為替市場への介入レベルについて、答弁をしております。75円63円の時点で私としてはこれは介入をしないと日本経済にとって大きな危機的な状況が及ぶということで介入を支持しました。78円20銭のところでやめました。この事実は事実確認をしたいと思いますがいかがでしょうか。安住財務大臣。はい、ここに吉野先生その当時おられたかどうか分かりませんけれども、あの時は為替の話は質問の中で介入直前のレート、それから収入為替介入の終了時点のレートを西村議員自らお示しをなりまして、私にその資料をお示しになりました。それでその数字を紹介をしたので私はオウム返しでそれを示しただけでございます。決して介入水準を申し上げたわけではございません。私は常々申し上げておりますけれども、過度な変動や投機的な行き過ぎた行動に対しては断固たる措置を取ると言っておりますので、それは委員ですね、ぜひ西村先生のお示しになったボードを確認していただければ私の数字と符合すると思いますので、ぜひそう思っていただければと思います。委員長。吉野君。質問に乗せられた、あまりにも素人です。今までの財務大臣、大蔵大臣が為替介入のレベルについて研究したことはありません。防衛大臣も素人です。金融大臣も素人です。野田総理、どこが最善最強の内閣なんですか。野田佳彦内閣総理大臣。今財務大臣の答弁は一定の相場感水準を述べたものではなくて、パネルを見ながら、それを見ながら言ったということであって、私はそのまま額面通り受けていただきたいと思います。決して、一定の相場感で介入しているわけではありませんし、無秩序な動きとか過度な変動に対する対応だというふうに理解をいただきたいと思います。その他の大臣についても言及がございましたけれども、それぞれ私はこれまでの政治的な経験蓄積を踏まえて人材を選びました。しっかりと緊張感を持って、使命感を持って職責を果たしていただきたいと考えております。委員長。吉野君。質問に移ります。平野大臣、昨日は福島県いわき市にお越しいただきました。そして奈良派の町長とじっくりと懇談をしていただきました。本当にありがとうございます。細野大臣、本当に時間を見つけては福島県に来ていただいております。みんな大臣の誠意を感じております。特に中間貯蔵施設双葉郡内に置かせてくれと言ったあの時に、これだけ苦しみを双葉郡民の皆様方に与えていて、そしてさらに中間貯蔵施設をお願いするお詫びの言葉が見つからない、私は本当に平野大臣の誠意感じました。これからもその誠意を持って被災者に寄り添って、被災者の目線でこの原発事故を対応してほしいと思います。もう一つ、前の予算委員会で私、常磐高速道路の開通をお願いしました。早速取り組んでいただきました。放射線に汚染されていないところはすぐに着工していただきました。また放射線に汚染されているところはきちんと除染のモデル事業も入れていただきました。何としてもこの常磐道開通をさせて、そして復興の基幹道になるわけでありますから、ぜひともお願いをしたいと思います。御礼を申し上げます。さて、保安委員長、昨日2号機の温度が82度になったと報道されました。温度計は20度プラスマイナスあります。
ですから冷温停止状態がもう崩壊したそういうことになろうかと思うんですけど、保安委員長の考え方はいかがなんでしょうか。原子力安全保安委員長深野博之君。お答えいたします。温度上昇の件については大変ご心配をおかけしております。申し訳ございません。これにつきまして私どもとしては今の原子炉の状況を総合的に判断することは必要だというふうに考えております。そして今回80度を超える記録が出ました温度計というのは比較的下部にある一つの温度計でございます。でそれ以外の温度計につきましては注水量を増やす等の対応によりまして、現在温度も安定をしておりますし下がってきているところでございます。でまたこれに伴って例えば臨界のようなことが発生していないかということにつきましても、ガスのサンプルを取りまして分析をしているところでございまして、そういった兆候もないということでございます。で従いまして全体としては依然として、原子炉につきましては安定的に、管理されているそういうふうに私どもとしては考えております。委員長。細野原発担当大臣。ご心配をおかけをしてますことについては私からもお詫びを申し上げたいというふうに思います。今全体の評価を保安委員長の方から答弁がありました。私の判断ということで申し上げるとですね、楽観論に立つのは、これはやめたいと思っています。というのは事故直後にですね、必ずしも、シビアな状況を想定をせずに楽観論に立ったと時期が、ありましたので、やはりそれは戒めるべきだろうと思っております。景気の動きが若干理解しにくい動きにはなっておりますが、温度が上がっているということをですね、真摯にしっかりと分析をした上で水を増やすなどの措置をしておりますけれども、他にどういう方法がありうるのかということについてですね、今専門家を集めて周知を集めて対応しているところでございます。保安委員長が言いましたとおり、現段階で冷温停止状態ということについてですね、判断を変える必要はないというふうに考えておりますが、現在あらゆる可能性を含めてですね、対応について検討しているということでございます。吉永君。冷やす水を今増やしているということです。この間原発サイトに行ってお話を聞いてきたときにはですね、冷やす水の量を調整している、それは地下水位と今溜まっている水の水位と地下水位にを超えて上がると地下水の方に汚染水が行ってしまうから調整をして今入れてるんだという、こういうことを聞いてまいりました。今どんどん水を入れてることで地下水をオーバーしているのかどうか、保安委員長いかがでしょうか。深野保安委員長。今ご指摘をいただきましたように地下水に汚染水が流れ出さないように、これは非常に重要なことでございまして、地下に滞留をしております汚染水と地下水のレベルを比べて、地下水のレベルが、汚染水のレベルよりも高い状態になると、地下水が中に流れ込むような状況に管理をすると、そういうことでこれまで管理をしているということでございます。で今回水を増やしたというのは、これはまだ増やしてからそれほど間も経っておりませんし、一方でその地下に貯留しております汚染水のレベルというのが、これはレベルが上がっていかないように監視をしてございますので、今の現在ではそれが地下水のレベルを超えてしまったということは承知をしておりませんが、いずれにしてもこれは十分注意をして見ていく必要があるというふうに考えております。吉野君。ぜひ注意をして見てほしいと思います。私は昨年の暮れですね、双葉地方広域消防本部を訪れました。今広域消防は川内村に本部を置いております。そして文献所、これは楢葉町に置いております。こういう資料が消防本部から出されています。これは私が読むと SOS なんです。こう書かれています。現在20キロ圏内の警戒区域では電波田等の草が伸び放題で、荒野と化し冬場を迎え
乾燥した季節風とともに、通常より可燃性の高い可燃物としての危険性が危惧されている荒野は徐々に密集市街地へと連続し、一旦火災が発生すれば、気象状況によっては消防本部の消防力をはるかに超えた大規模災害へと発展することが予想される。ここまで言っております。まさに SOS です。私ももう2年くらい前です、常磐高速道路浪江町の出初め式に参りました。ものすごい風です。高速道路もう怖くて降りてしまいました。もう私の運転では走ることのできないくらいの強風です。その風でトラックが横転しました。トラックが横転するくらい強い風が山から海に吹くんです。そしてこの消防本部 SOS です。田んぼに行けば普通は防火帯になるんです。今の田んぼは背丈ほどもある枯れ草です。 3.11 のその時点です。水道全く使えません。よって消火栓はゼロです。防火用水、これもそこに行く道路が壊れてますので、なかなか今消防本部は使える防火用水をチェックしてます。道路の補修もままならない、こういう状況の中であります。そして広域消防125人の今定員なんです。今年の3月末で定年退職3名、そして若い方4名、7名辞めます。もうすでに3名辞めてます。発災以来1年間で10人辞めてるんです。じゃあ辞めた10名の補充を消防本部でしてるか、しておりません。採用ゼロです。115名しかいないんです。常備消防が少ない形でこの SOS、 これを賄っていかなきゃならないんです。資料の1と2を見てください。これ Google マップです。これは2月10日の Google マップです。消防本部の方々の話を聞くと、もう先ほど私が読み上げましたように、自分たちの守るべき町、ある意味でここまでなんです。そして保安院の火災対策室、ここに聞きますと、自分たちの守るべきサイトの中だけなんです。鳥の目がなかったんです。この Google マップのように鳥の目がなくて、鳥の目で見れば町が燃えればここに大火事になるんです。私は炎の津波、炎の竜巻、こう呼びたいと思います。炎の津波が第一原発、第二原発に押し寄せたならば、私が怖くて怖くて高速道路を降りざるを得ないような、あの大風が吹いたときに、火が出て第一原発に襲ったとき、どうなるのか、この視点がございません。消防庁長官、専門家として、火が出て大火になるまでの時間、いわゆる初期消火をするための時間はどのくらいなんでしょうか。久保信康消防庁長官。私ども一般論として申し上げ、恐縮でございますけれども、させていただきますと、消防力の整備指針というのを消防組織法に基づいて作っておりまして、その中で消防署の配置基準、設置基準がございます。この中に使っております基礎的なデータとして、消防隊の放水、これは出動から 6.5 分以内に行うと、これは望ましいんだという前提でできておりまして、ただこれは出動ですから、出火してからもっと時間がかかると思いますけれども、
いずれにしてもこの基準のもとになる今のお話は、市街地において隣の建物に延焼するまでの時間、このことを想定していっております。したがってさらに延焼して耐火となっていくという場合にはいろんな条件があろうと思います。延焼していく場所が市街地なのか、あるいは森林なのか、あるいは草原なのか、あるいはまたその火星の強さ、特にこれは今委員がご指摘されました風速の強さとか、あるいは湿度といった気象条件、さらにはこの消防力、これはどの程度のものかといったことによって、この対価になる、まあ、規模といいますか、時間といいますか、そういったのは決まってきますので、一概にこうだというのはなかなか難しいと思います。委員長。吉野君。長官、双葉広域消防本部は12月の時点で要望を出しています。線量が高いから被爆を防ぐ意味でも24時間の監視カメラをつけてほしい。そして消火栓がダメだから川から取るしかない。消防車を中継してつないでいくしかない。そのためには川から取る大型の水中ポンプが必要だ。1400万もするそうです、1台。これも要求している。水タンク、水中ポンプが中継がつくまでは時間がかかります。だから水タンクを背負って、水タンク車と一緒になって初期消火する。10トンの水タンク5台が必要だ。そして防火用水では足りないので、地上設置型の防火水槽、これも10トンから20トンクラスの防火水槽も必要だ。こう要望しています。もう一つは他の町の広域消防本部といわゆる連携応援隊も作りたい、こう言ってます。この要望に対して消防庁としてはどういう対応をしているんですか。久保長官。委員ご指摘のような事故、これ私ども双葉広域消防とは緊密な連携を取って、何回も打ち合わせをしたり、また私自身も吉田消防庁からお話をお伺いをしております。そこでこれまで私ども決定をしていることを申し上げますと、監視カメラ、これ5箇所に設置をする監視カメラ、そして今お話がございました高性能の水中ポンプを導入する、こういったことにつきましては一時補正で私ども交付金というのを措置をしておりますので、10分の10ですけれども、これを使うということで措置をすることにしております。それからまた、遠距離大量送水システムというのがございますし、あるいはまたお話にございました大型水槽車、これにつきましては他の消防本部に私ども斡旋をしまして、遠距離対応送水システム、これは大阪市消防局が譲渡をするということで話を進めております。でまた大型水槽車、これは2台でございますけれども、1台は静岡県の富士市消防、そしてもう1台は愛知県の新城市消防から譲渡をするといった方向で調整しております。でまたその他につきましてもできるだけのことをしようというふうに今考えております。委員長。吉野君。もう12月から今は2月ですよ。もう2ヶ月一時補正ですよ。まだついてるんですか、ついてないんですか。対応します、対応します。でも現実に今日火事になったらどうするんですか。ついてるんですか、ついてないんですか。久保長官。監視カメラと高性能の水中ポンプにつきましては入札をしまして仮契約が済んでいるというふうにお聞きをしております。そしてまた他の消防本部から応援をしてもらう、斡旋をして譲渡してもらうということにつきましては、これも早急にできるように今話をしております。委員長。吉野君。私はね、もう毎日お祈りしてるんです。正直火事が起こらないように。なのに今大阪にあるんだったらトラック走らせればいいでしょうよ。なぜそれができないのか、なんでなんだか本当にわからないです、私は。そして今の双葉広域消防の要望だけで津波の
炎の津波を防ぐことができますか、専門家として。久保長官。福島県の全消防本部からなります広域応援隊というのがございまして、この活動方針に昨年の11月15日に警戒区域内において大規模火災が発生した場合も協力をするんだということを含めた改定といいますか、これを多く行っております。私どもはこうした応援体制の強化ということにつきましては、引き続きですね、そういったことを積極的に構築をしていくということをしたいと思っております。吉野先生、すみません、質問最中、これ消防、広域消防本部ってどこですの、これどこにあります。そこはございません。そこは原発から20キロ離れた一番近いところで奈良波文献隊という消防本部は映ってないんだの。消防本部は川内村という山に映ってます。はい、はい、総理、はい、吉野君、今お話聞いたように専門家として火災が発生して隣の家に移るまでに5、6分です。今一番近い奈良波文献隊20キロ離れてるんです。そういう中でもし万が一火が出たどうするんですか。総理ご意見伺いたいと思います。枝野総理です。大臣、ご指摘の通りですね、特に警戒区域、人が出ていたしまっている状況でございますので、火が出た場合の対応というのは、昨年の特に、乾燥が強くなる秋以降、大変心配をしている状況でございまして、これ、現地対策本部、柳沢本部長を中心にしてですね、今の消防庁、それから現地の消防本部、それから万が一の事態に備えてですね、自衛隊の皆さん、そしていろんな警戒をしている警察の皆さんとの連絡調整と対応はこの間進めてきているところでございまして、昨年の12月27日には警戒区域での大規模火災を想定した防災訓練を実施をしたところでございます。さらにサイト内から出火することないようにということの対応についても改めて、果実、東京電力に対する火災対策の強化を指示したところでございます。今のやり取りを伺いますとですね、そのせっかく監視カメラ等の予算がついているのにですね、入札等の手続きの結果としてまだついてないということが分かりましたので、こうしたことはやはり緊急性が重要ですので、法律上どこまでそういったものを飛ばせるのかは別としても、最大限、いろんな手続きよりも緊急性を優先するべくですね、現地災害対策本部の方からですね、関係部局に要望したり、あるいは調整をしたりと急いで進めさせたいと思っております。委員長。吉野君。総理はですね、施政方針演説でこういう言葉を使っています。もう想定外という言葉を言い訳にすることは許されません。これ想定しておりましたか。枝野大臣。枝野経産大臣。まさに警戒区域、人がいなくなって消防の皆さんも近くにはいらっしゃらないという状況の中で、特に乾燥した秋から冬にかけてですね、大規模火災ということについて心配をしておりまして、それについては昨年の秋以来順次対応してきております。ただ今のやり取り繰り返しますが、例えばせっかく監視カメラの予算はついているのにまだついていないというようなことについてはさらに督促をしたいと思っております。吉野君。総理、私が言ってからいろいろ対応してるんです。想定していないんです。その責任をどう取るおつもりですか。想定外という言葉を言い訳に使うことは許さない、許さないんですよ。保安委員長クビにする、どういう処分するんですか。消防庁長官、これはですね、消防本部と保安院のいわゆるオフサイトセンターにいる火災対策官が密接にお話はしてないんです。やってません。私は2月の6日に奈良波の所長に聞いてきました。オフサイトセンターにいる火災専門対策専門官とお話がしたい、
お話がしたい、こう言われたんです。奈良藩の文献の所長に、文献所の所長に。何をやってるんですか、総理お答えください。まあ、総理お答えください。野田内閣総理大臣。想定外という言い訳はしてはいけないということは申し上げました。基本的にはその通りであります。でなお今ご指摘いただいている件について想定していなかったということはございません。基本的には警戒区域における林野等の火災については十分注意しなければいけないという問題意識は政府として持ってまいりました。当然委員からのご指摘なども含めて具体的な対応で遅れているところはあるかもしれませんが、問題意識がなかったということはございません。でその上で必要なことというのはまずしっかり警戒して予防することであります。高いところからカメラで監視するとかヘリコプターで注意をするとかという警戒体制、予防体制をしっかり構築するということと、加えて何かあったときの対応であって、それは先ほど消防庁の長官からも答弁があったとおり広域で対応する体制を作るということ、それからやはり大型水槽車、これまだ届いてないということでは出ましたが問題意識はあります。そういう具体的なことをきちっとやっていくと、スピード感を持ってやらなければいけないということはご指摘のとおりでございますので、それを踏まえて対応していきたいというふうに思います。吉野君。総理分かってない、火が出てからで遅すぎるんです。火が出て20キロも離れたところ、またそれ以上も遠くから応援団がいくら来たって間に合わないんです。私はそこを言ってるんです。炎の竜巻、炎の津波。ですから、例えば自衛隊をもう20キロの中に水槽車と一緒に配置をするとか、防火帯を200メーター四方、200メーターの幅で作るとか、こういうことが必要なんです。遅すぎるんです。やってください、総理。大臣。総理ですよ。委員長、総理ですよ。本当に現地で周辺部で火災が出た場合ということについては本当に早い段階から我々心配をしておりまして、ですから今具体的なことはともかくとして自衛隊の皆さんとも現地の対策本部長の下で現地の消防本部や自衛隊の皆さん、警察の皆さん含めてこの間そうした場合の対応をどうするかということのご相談させていただいています。消防本部の皆さんとしてますから個別のその文書庁の皆さんとはしていないかもしれませんが、そうした現場の現地からのニーズと状況と、そして例えば自衛隊の皆さんにどういった場合何が頼めるのかということを含めて調整はしております。さらにご指摘もいただいていますので、それについて改めて私からも具体的な中身を含めて確認をいたします。委員長。吉野君。もうね、今送っちゃうかもしれないんです。もう強風が吹くんです。山から海なんです。このことをぜひ頭に入れて、総理絶対に冷温停止状態ステップ2だけは守ってください。これ守れないと全ての除染機関既存全てがストップしてしまうんです。約束してください。野田内閣総理大臣。昨年の12月16日に冷温停止状態に到達したことは まさに私の口から言明させていただきました。基本的にはその状況に変化はないというふうに思っていますし、今ご指摘いただいた留意しなければならない点についてはしっかり留意していきたいというふうに思います。委員長。吉野君。はい、次ですね、昨日双葉町の仮設に入っている方々たちをじっくりお話をしてきました。双葉郡は帰れるところと帰れないところ二分されてしまいます。双葉は一つなりというのが合言葉であります。でも中身は帰れるところと帰れないところ、帰宅困難な方々地域への支援策についてお尋ねをした質問をしたいと思います。もう政府は50ミリシーベルト以上はなかなか難しい、ある意味でこの地域は枯れないよ、もう宣言しているようなものです。でも正式にはまだしておりません。早く示してほしい。3月末なんていうふうに私は聞いてますけど、それでは遅すぎる。早く言ってほしい。そして厳しいことでも本当のこと言ってくれ、こういう声です。いつそういう指示を出すんでしょうか。
平野復興大臣。警戒区域の見直し、4月上旬を、目標に今政府内でさまざまな観点から議論しております。で、委員ご承知のように、警戒区域の見直しは基本的に、放射線量で、これをやろうということで今考えております。で、今のところ50ミリシーベルト以上については長期帰宅困難区域というような考え方で、これは線を引かざるを得ないのかなということになっておりますが、その後大事なことはですね、その線引き、そういった区分けをした場合に、例えば長期に帰宅困難になった場合にどういう支援をしなくてはならないのか、これはもう賠償ということが基本になります。で、賠償といったときにただ単に保証すればいいということではなくて、例えば住宅をどうするか、こういったこともきっちり提示していかなければならないというふうに思っています。で、今そのものにつきましてはですね、例えば賠償については今賠償の審査機構の方でさまざまな議論をしていただいておりますし、私どもも被災者の立場に立ってどういう観点でこの賠償ということを考えるかという視座ということを考えながらですね、文部科学省の担当者の方にはこういう観点で議論してもらいたいといったそういう要望もしております。で、時期的にはですね、できるだけ早くということを思っております。そしてまず大事なことは、その避難者の方々に直接お話をする前に関係自治体の首長さんともしっかりこれはすり合わせをしなくちゃならないというふうに思っております。で、その上でそれをやった上で帰宅、その避難者の方々に賠償をどうするか、で、その後の住宅の対策をどうするか、こういったことはセットで提示していくことが大事だというふうに思っています。で、併せて今の火災の問題でありますけれども、たまたま私もそうやって帰宅困難区域と指定した後のその地域はどのように管理していくかということもですね、大きな問題だというふうに思っておりまして、火災ということもその中では私の中にも想定の中に入っておりました。私も去年の秋に警戒区域に入った時に田んぼに清田川出草がものすごい密度で入ってます。これに火がついたらってことは私でも想像つきました。で、そういった観点で合わせてですね、その地域の管理をどうするかということも合わせて考えていかなくてはならないと思います。委員の先ほどの指示は長期の話じゃなくて足元の問題だというふうに質問でございましたけれども、こういった管理ということもセットで考えていかなくちゃならないということも申し添えさせていただきたいと思います。委員長。吉野君。4月に帰れる地域、帰れない地域を言う、そして支援策も言う、ちょっと遅いです。帰れない区域の指定と同時にやはり支援策、こういう形にしますよという、そこも一緒に示さないとですね、やっぱり避難している方々はものすごく不安なんです。今大臣、賠償が大事だって言いました。賠償というのはゼロからマイナスに落ち込んじゃった分をゼロに戻すだけなんです。ゼロに戻すだけなんです。 100% 賠償受けたってゼロなんです。 100% の賠償なんてありえません。ゼロからどう双葉町の方、大熊町の方々を支援していくか、この方策は示すんですか。平野復興大臣。例えば20ミリシーベルト以下の区域に指定されたところでも、これから細野大臣が先頭に立って除染計画を作りながらしっかり除染をしてまいります。で、除染をするということは基本なんですが、いつ帰れるかということについては、例えば20ミリシーベルト以下の帰宅準備区域というふうに指定されたとしてもすぐ帰れるわけではございません。ですから私どもは除染のスケジュールを明らかにする、そしてそのままの帰宅できるまでの期間どのように支援するか、こういったこともセットで出さなくちゃならないというふうに思っています。それから町全体としてどのような復興をしていくかということも、これも非常に大事な点でございます。で、今のままでいきますと町が分断されるというところも残念ながら出てきかねない状況であります。こういう中でその町全体としてどのような復興をしていくか、その前段としてはまずですね、
どの地域にどれだけの方が戻っていただけるか、これをまず決めていくことが大事だと思います。で、合わせてインフラの要するに復旧計画も作っていかなければなりません。こういったことのですね、積み重ねの上で、地域全体としての双葉町なら双葉町、大熊町なら大熊町、あるいは楢葉町なら楢葉町のですね、復興計画を国と県とその自治体と三者一体になりましてですね、共同で作っていこうという、そういうことを今考えております。吉野君。大臣、今私はね、双葉町、ある意味で帰れない地域の話してるんです。帰れる地域はこれからお話します。帰れない地域の方々が、どう自分の町のアイデンティティを保つか、我々政治の世界に生きる者としてはここが一番大事なんです。昨日の双葉町の方々とのお話の中でですね、いろんな意見出ました。私よりもまだ若いお母さんですけど、年頃の娘がいる、もう娘は結婚しない、嫁にも行けない、私はおばあちゃんになれない、こんな話も出ました。これが現実なんです。この現実をきちんと示して、双葉町は当分帰れませんよ。賠償でもゼロですよ。ゼロからどう、ゼロの上の世界、この支援策をどうしていくか、ここまで政府で示してもらわないとダメなんです。賠償します。だから、賠償は個人なんです。個人に十分なる賠償して、もうゼロですよ。だから個人で新天地見つけなさい、個人の責任で見つけなさい、こう言われたってダメなんです。ゼロからどう上の世界を支援していくか、例えばですね、新しい双葉町をどこかに作るのか、具体的にちょっと示してください。平野復興大臣。大変大事な指摘をいただいていると思います。で、私はまず避難者の方々がこれからどのように考えておられるのか、どういう不安を持っているのか、こういったことをまずきっちり捉えることが大事だというふうに思っておりますが、まずは私どもは賠償というものをどういう考え方で補償というものをさせていただくことができるのか、これを示すことが大事だと思っています。もちろんゼロから今まであったものを保証するというだけではなくて、これからの生活再建をしていただかなくちゃなりませんので、そのことも考えた上での賠償の指針を示すということが大事だというふうに思っています。で、その上で今度は地域としてどうしていくかということについてはですね、これは各避難者によってさまざまな今考え方があるだろうと思っています。ある避難者の方々は今避難先で職を見つけて戻りたいけどもうあそこには戻れない、だからこの場所で暮らしたいという方もおられます。それから何としてもですね、どんな状況になってでも国に何としても除染をやってもらって絶対帰りたいという方もおられます。で、そういった方々の一人一人の方向性、考え方をですね、まずきっちり汲み取ることが大事だと思います。その汲み取るためには何が大事かと言いますと、国として東電としてどういう責任、賠償というのを果たすことができるのか、それからその後のもし戻らないっていうふうな場合にどういう支援ができるのか、支援しなければならないのか、こういったものをパッケージとしてきっちり打ち立てて説明することが大事だと思います。ただ単に帰りますか帰りませんかっていうアンケートなら今でもできますけども、その賠償の考え方をどうするか、そして繰り返しになりますけども避難先 で別なところで移転した場合にどういう生活でやるのか、こういったことも意向を把握することが大事だと思っております。残念ながらこういったことについてはですね、警戒区域の失礼しました冷温停止の停止ということがきっかけとなりました。そこからの議論となってしまいました。正直申し上げまして議論が多少遅れているという点は否めないと思います。しかし今体制も今作りましてですね、こういった各論につきまして、きっちりとした内部での議論をして、そしてまた東電さんともしっかりすり合わせをして、繰り返し先ほど申しましたようにまず関係自治体の首長さんとの考え方をですね、しっかり調整したいと思います。そしてその上で県とその関係自治体と国が前面に出ながら避難者の方々に対してきっちりとした説明をして、それで意向を伺う。結果として地域としてですね、コミュニティを作りたいという方が結構いると思います。じゃあその方々をどこの住宅で集合住宅にするのか個人住宅にするのか、そういったことについてはですね、そこから避難者の方々とコミュニケーションを図りながらですね、
その計画を作っていくとこういうことになると思います。時間は許されない、そんなに長い時間許されないと思っています。急がないかんと思っています。今私は各省の関係者に尻を叩きながらですね、これはもう時間の残された猶予は少ないということで今一生懸命詰めさせているということだけはちょっと申し上げさせていただきたいと思います。委員長、吉永君。今賠償についてお話がありました。抽象的で分かりません。私たちが望んでいるのは賠償といっても20年も経った家、この価値のない家のこの値段で賠償にするのか、でなきゃ新しく家を建てる金額、これを賠償にするのか。やはり新天地に移るわけですから、新しく家が建つ、家が土地が求められる、この金額が賠償価格でなければならないと私は思うんですけど、その辺のところはっきりと言ってください。枝野原子力損害賠償支援機構担当大臣。これはちょっと言葉の問題かなというふうに思うんですが、いわゆる損害賠償としてですね、補償の対象になるのはまさにその相当因果関係のある範囲で、その失われた財産がどれぐらいであったのか、受けた損害がどれぐらいであったのか、吉野先生のご指摘の言い方ですと、まさにゼロに戻すのが、これがいわゆる賠償であります。ただ、今回の特に帰れないと思われる地域の皆さんに対してはですね、じゃあそれだけで済むのかというお話あるのは、これ当然のことでありますので、これは、まさに東電がやるのか、国がやるのか、直接やるのか、そこはいろいろと平野大臣等でご調整いただいていますが、まさに国も積極的に後押しをした原子力政策の結果として、長期帰れないという地域の皆さんに対しては、ゼロに戻す賠償ということが、まずどれぐらいになるのかということを踏まえた上で、しっかりとしたそれ支援をするということについて、具体的に検討しているということでございますので、そこはご理解をいただければというふうに思います。委員長、吉永君。検討の時期じゃないでしょ。その新しく土地と家が求められる金額を、これ、払うの、これ、当たり前の話だと思うんです、平野大臣。平野復興大臣。賠償という問題とですね、生活再建という問題はこれはもう本来セットになるべきですけれども、まず大事なことは、まず賠償の考え方は賠償の考え方で提示をさせていただくと。でその上で、新しい、先ほど申し上げましたけれども、新しい場所で生活するためにはどれだけの費用がかかるか、その費用負担をどうするか、これはこれでまた議論させていただくということになると思います。いずれにせよ大事なことはですね、これだけの大きな事故、国の責任もございます。で、新しい場所で生活して、生活をしていただくなら、いただくなりのきっちりとした対応をしなくちゃならない。その考え方だけはしっかり持ちながらですね、この被災者の方々の立場に立ちながら、この対策を考えていくということだというふうに思っております。吉野君。次に、帰宅できる地域について、質問したいと思います。広野川内、これは去年の9月に解除されました。もうかなりの日数が経ってます。でも今帰っている方々は数百人です。川内村は3月に既存宣言出しました。でも帰る方、帰らない方、もう様々です。どうして帰れないのか、いろいろ広野大臣、先ほど答弁ありましたように、インフラ整備がダメだ、学校がダメだ、いろいろ病院もない、その中で私は一番大事なのはやっぱり仕事の場なんです。稼ぐ場、飯を食う場所がなければ、いくらきれいに環境が戻っても、やっぱり戻れないんです。この仕事の場をどう確保するかなんですけど、私はですね、ここは農村地帯なんです。農村地帯であって、じゃあ食料生産の農業っていうとなかなか厳しいです。今の現在23年度産米、新米です。 JA 福島の倉庫に 87% 残ってるんです。まだ売れないんです。1ベクレルでも入ってなくても売れないんです。これが現実です。ですから
双葉郡内で農業やらないで他の仕事についてくださいって言ってもこれ無理なんです。じいちゃんばあちゃんはやっぱり農業なんです。ですから食料生産の農業からエネルギー生産の農業へどう変えていくか。米から米焼酎作ります。エタノール作るんです。エタノールを作ってエタノール発電電気に切り替えます。放射能があっても電気は売れます。だから米を食料と同じ値段で国が買う、心配すんな買う、こういうことを言ってくれれば明日にでも帰った農家の方々は同じ仕事をして農地も守れる、そして生物多様性も守れる、同じ普通の仕事をして変えることができるんです。この考え方いかがでしょうか。加納農水大臣。今先生からご指摘のとおりに、とにかく今日の状況を考えたときに、具体的な提案があったわけでありますけれども、この点につきましては飯舘村の村長さんもですね、一つの考え方としてというふうなことも申されたことがございました。そういう中で今作付け、来年度の作付けをどうするかというふうなことも話し合いをいたしているところでございますので、米以外の農作物についてどういうふうな方向を持って今後やっていくかということも含めて、県なりあるいは市町村、関係市町村と相談をしながら検討してまいりたいと思っております。平野厚大臣。川内村既存宣言しまして、まだなかなか帰ってこられない、いろんな理由がありますけれども、委員のご指摘の通りやっぱ雇用というのは非常に大きいと思います。特に川内村の2割ぐらいの方々が富岡町、大熊町に仕事を職を持ってまして、ご案内の通り今そこは今住めない状態になっているということであります。でこの雇用の問題をどうするかということについてはですね、大変難しい問題ございますけれども、昨日たまたま郡山に失礼しました、いわき市にお邪魔しまして工業団地見てきましたら、中小企業庁が中心になって大熊町にあった企業が、仮設の工場等々を建ててました。まずはこういったものからなりわいというか元のあった産業をまず復活させるということが基本だというふうに思います。そしてまた大事なことは戻って農業をやるということも大事でありまして、この場合には先ほど加納大臣がおっしゃった通りでありますけれども、この農業をやるためにどういうことが必要なのか、水の確保、それからあと除染、こういったことについても合わせてこれしっかり検討していきたいというふうに思っています。委員長。吉野君。賠償するから何にもしないで黙って暮らしてろっていうのはすごく拷問に等しいんです。人間はやっぱり汗を流して働いてそして飯を稼ぐ、これが人間の基本的な姿なんです。飯は食わせるから仕事すんな、作付けすんな、こんなことはずっと続く政策ではないんです。ですから先ほど私申しましたように食料生産の農業はなかなか難しいんです。1ベクレルでも入ってなくてもなかなか売るのに困難なんです。だったら電気に変えたらいいんじゃないですか。その分米を高く買えばいいでしょうよ。フィット固定価格買い取る制度できたでしょう。福島県でエタノール発電だけはきちんと高く買うよ、この制度一項目入れればいいわけでしょう。枝野大臣どうですか。枝野経産大臣。ご指摘のですね、そのお金だけもらってもダメなんだ、その働いてということが本当に大事なんだということ、まさにご指摘の通りだと思います。そしてまさにその農業をされていた方がやはり農業で働きたいという気持ち、これしっかりと受け止めなければならないというふうに思っています。その場合のやり方の一つのアイデアとしてですね、今ご指摘の発電に変えるということは大変貴重なご提言だというふうに思っています。今日いただいたご提言でございますので、これ制度的にどういう困難があるのか
か等、これ農林水産省ともきちっとご相談しなきゃいけませんし、また買い取る枠組み仕組みの作り方というのもいるかと思いますので、今日のところはしっかりと受け止めさせていただいて検討させていただくというお答えでお許しいただければと思います。吉野君、しっかりと実現できるように大臣お願いしたいと思います。そして働く場の確保なんですけど、やはり双葉郡内では放射能があっても売れるもの、こういう視点から産業を仕事場を見つけることが私は必要だと思います。例えばコールセンター、今沖縄で104も全部沖縄県に行ってるようですけど、コールセンターたくさんの声を生みます。これも双葉郡内帰れる地域にコールセンター持ってくれば、いくら放射線があっても放射能があってもこれ仕事になるわけです。その他に私はもう一つあるんですけど、ちょっと平野大臣、放射能があっても売れるものは何なのか、なんか気がついたところあったら教えてください。平野復興大臣。例えばコールセンターの一環でもありますけれども、在宅就労、こういったことも一つの大きな手段だというふうに思っています。吉野君。もう一つはですね、コンピューターソフトなんです。いわゆる知的財産、これは放射能があっても売れるはずです。で、私の友達がですね、コンピューターでコンピューターソフトを作っちゃうっていう、自動化システムを開発したんですけど、これだと今海外に行っているコンピューターソフトをまた双葉郡内に持ってくることができるんじゃないか、こんな思いを持ってますんで、ぜひこの辺のところも検討をしてほしいと思います。次に子どもの医療費無料化であります。総理は3回福島県に来ていただきました。そして福島県の実情をきちんと肌で理解していただいたと思います。最後に来たのが1月8日です。福島県知事からいろいろな要請を受けたと思います。その中の一つが18歳未満以下の子どもたちの医療費無料化でございます。この提言を受けたときに、総理は知事に返答しています。この時の気持ち、総理の気持ちはどうだったんでしょうか。どういうふうに知事の真剣な要望要請を受け止めたんでしょうか。野田志功内閣総理大臣。1月にですね、福島をお尋ねした際に佐藤雄平知事からさまざまなご要望がありました中で、特にこの18歳以下の医療費の無料化については強い要請という受け止め方をさせていただきました。それを踏まえて持ち帰って政府内で検討をさせていただいたということでございますが、結果的にはご案内のとおりでございますが、その時の知事のご要望は大変優先順位の中では高いレベルにあったご要望だったと受け止めております。吉野君。知事のその総理がですね、帰られて次の日の新聞、福島民報民有地元紙ですけど、そのことが載ってました。私はね、総理の知事に対する返事が出てたんですけど、あ、これはできるなって思ったんです。このくらい野田総理は知事の要望を真剣に受け止めてくれた。これは国がきちんと医療費無料化をやるということで、私は新聞読んだときにそう受け止めたんです。でも結果は違ったんですね。そして赤澤議員も予算委員会で質問をしていただきました。平野大臣の答弁読ませていただきました。ダイレクトな放射線の影響だけじゃないんです。それよりももっともっと大きないろんなストレスが不安がこれがあるんです。だから6万人も県外に今避難してるんです。この不安をどう取り除くか、低線量長期被爆、ここが大丈夫だっていう学者と、いやここも心配しなくちゃならないっていう学者と二つに分かれてるんです。分からないブラックボックスなんです。ここのところを安心を与えるためにも、
いろいろなストレスから子どもたちを守るためにも、毎日お医者さんにかかる、ハクションって言ったらお医者さんにかかる、歯が痛いって言ったらお医者さんにかかって、お医者さんに健康管理をしてもらう、これが大事なんです。ここが一番大事なんです。なぜ国はこの福島県の要望を認めなかったんでしょうか。簡潔にお願いします。小宮山陽子、まあ、厚労大臣、もう分かってます。もう示しました。はい、短くお答えいたしますが、今おっしゃいましたように、私の方にもご要望いただいて、これは本当に関係大臣、関係閣僚、真剣に検討いたしました。ただ、今の医療費の制度というのは、病気になった時の負担を公平に分かち合うということで、今、県外に出ていらっしゃるお子さんにも、安心して育つ環境を作るとかですね、そういうこととはちょっとこう趣旨が違いますので、今回は福島県が基金でされるということなので、その基金が枯渇することがないように、福島県としっかり連携を取りながらやっていきたいと思っております。また安心子ども基金で子どもの遊び場とか相談とかできる事業はしてまいりますので、そういうことでご理解いただければと思います。委員長。吉田君。総理ね、今厚労大臣が福島県に基金を作ってそこからやるからいいんだっていう、こういう答弁があったんです。これは赤澤先生にもそういう答弁したんです。とんでもないことなんです。福島県が原発に協力してきて、そしてこれだけの被災を浴びて、その福島県が第一番目に要望しているこの子どもたちの医療費無料化を知恵をも出さないで、こういうわけでダメです、もう役人の断る理由を見つけるだけです。逆なんです。こういう知恵を出せば医療費無料化ができますよって、なんで言えないんですか。情けないですよ。総理答えてください。野田佳彦内閣総理大臣。18歳の以下の医療費無料化をストレートに実現することはできませんでした。これは国の医療制度の根幹に関わるということで、ご要望は真剣に受け止めましたけど、ストレートにはできませんでした。ただし県として基金を使って活用したいというご要請があった中では、これはお互いに知恵を出した結果だということで、これはご理解をいただきたいというふうに思います。委員長。吉野君。知恵を出しました。福島県独自で出発します。でも基金は限りあるものなんです。 4,5 年で、安く見積もっても 4,5 年でなくなっちゃうんです。ですから予算措置ではなくて、法律を作って恒久的に福島県に健康基金、これを入れるんだということを作ってください。そこまで約束しないと知恵を出したことにならないと思います。総理お願いします。野田佳彦行内閣総理大臣。まず基金の中で対応されるというその状況をフォローアップしながら、引き続き全力で支えていきたいというふうに思います。委員長。吉野君。それではお金が続かないんです。その時の内閣の予算措置でコロ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 変わっちゃうんです。こんな制度に私たちは納得できません。だから法律で子どもたちの福島県がやる医療費無料化に対しては、法律をもってきちんと財源は入れるんだというところを約束してください。枝野君。だから法律でしょうよ。実態としてですね、福島の特にお子さんやお子さんをお持ちの親御さんたちが大変なご心配をされている。これに政府として何とか対応したいし、また福島から大変若い皆さんを中心として人口流出が止まらない、これに対して何とか対応したいということについては、総理も福島でおっしゃられたとおり、我々としても共有しているところでございます。ただその医療費を国が直接制度として福島県に限って無料化するということについて、しかも中長
長期にわたってするということを国が直接コミットする場合には、例えばですね、今後福島、例えば除染などが進んでいけば他県からどんどん福島県に移住をしてきていただくことを促していかなきゃなりません。そのための企業立地もやっていきます。逆に福島の皆さんでいろいろな事情で福島から離れていく方もこれからもいらっしゃるわけです。その時にじゃあなぜ福島県だけが国から直接医療費無料化なのかということの理屈は正直言ってなかなか難しい。そうしたことの中でまさに知恵を絞って東京電力が出演した金などもあって、今回の基金をうまく使っていただくことによってですね、実態としての無料化を進めることができるということで、今回の制度は関係大臣が相談をいたしまして作りました。そして今後についてもですね、まさに今申し上げたなかなか理屈で説明しにくい範囲の中でギリギリ政府としてのですね、姿勢を示させていただいているというところでございまして、福島の皆さんのご要望には実態的にお答えできるように今後も責任を持って進めてまいりたいと思います。吉野君。小宮山大臣は資金が足りなかったら基金を入れる、こうおっしゃいました。この問題についてはまた後日私もできるまで国が責任を持ってできるまで質問をしていきたいと思いますので、今日はここで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて吉野君の質疑は終了いたしました。